おはようございます。ミキです。やっとモーニングルーティーン動画をアップすることを決意しました。ただところどころフィクションです。身内からの非難は受け付けません。朝は比較的強い方だと思います。お休みの日でも目覚ましなしで6時、7時には目を覚まします。目を覚ましてからはしばらく布団の中でゴロゴロして過ごします。おはようございます。今日はお休みなので、お休みの日のモーニングルーティーンをお届けしたいと思います。モーニングルーティーンを見たいとメンバーに言ってもらったので、これでバズらなかったらメンバーに文句を言ってやろうと思います。起きてまず向かう先は愛病のところです。毎朝違うところに寝ているので猫を探すところから始まります。今日はカゴに1匹、段ボールの中に1匹いました。狭いとこが好きみたいです。そして朝の歯磨き、私は黄色の歯ブラシを使っています。朝一で歯を磨くのが一番いいと母親に聞いてから、毎朝食事をする前に起き抜けにすぐ歯磨きをするのが癖になりました。もう習慣です。そして朝のおやつタイム、猫たちが大好きなチャオチュールを1本2匹で仲良く分け分けします。朝は白湯を飲みます。使っているマグカップはお友達からいただいたタイのお土産、取っ手の部分が象の鼻になっています。象印の魔法瓶から象のマグカップへお湯をドン。笑うところです。朝は FM 横浜を聞きます。我が家は朝ラジオ派です。そして以前の動画にも登場した私の定位置、大好きなソファーで先ほど入れた白湯を飲みます。白湯を飲む系女子にはなりたくなかったんですけど、物は試しと始めてみたところ、体の調子がすこぶる良くなったので続けています。ゆっくり飲んでまったりします。その後はダラダラタイム、携帯では SNS をチェックしています。よかったら Twitter、Instagram フォローしてください。そしてパソコンでメールチェックをします。お休みの日も基本朝メールを確認するようにしています。あ、やっと動き出しました。向かった先は自分のベッド。人が寝ていたところに猫が集まる癖があって、こうやって仲良くくっついてよく寝ています。今日のパジャマはこんな感じ。普段こんなパジャマは着ていません。撮影用です。さあ、シャワーを浴びます。シャワーシーンは必須だと男性陣に言われたのでやってみました。まあ実際朝シャワーは浴びてるんですけど、これでバズらなかったら私は身を削って一体何のシーンをお届けしているのでしょうか。まだ読み入り前です。そしてスキンケアは至って普通、ハトムギ化粧水と家族でシェアしている保湿クリームを使っています。化粧水は霧吹きに詰め替えて使っています。顔全体に行き渡らせて首までしっかり塗っていきます。そして保湿クリーム、これもしっかり塗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 り。
一緒にリンパも流していきます。朝結構むくむんですよね。お休みの日の化粧品はこんな感じです。まあ、化粧をしないことも多いんですけど、鏡で自分のすっぴんを見るのが辛すぎるので化粧をすることの方が多いかと思います。でも至ってシンプル、比較的薄いメイクをしています。眉毛は大事。眉毛を描くだけで顔がはっきりします。アイシャドウも手でざっくり、アイライナーも目尻にちょこっとだけ。前回ね、ヤマンバメイクをしたんですけど、その時メイク1時間かけました。普段は10分もかかりません。あ、ぜひヤマンバメイクの方もチェックしてみてください。ハイライトをのせて、最後軽くリップを塗ります。さあ、髪を乾かします。ショートにしてから髪の毛を乾かすのがすごく楽で、もうタオルドライでほぼ乾いちゃいます。ドライヤーの時間は2分くらいかな。もうこれを知っちゃうと髪の毛伸ばせません。楽ちん。でもだいぶ前髪が伸びてきたな。髪はストレートな方なので寝癖もつきにくい方かとは思うんですが、一応アイロンを通してまん丸くセットしていきます。前髪ね、やっぱり長い、切りたいな。朝ごはんです。もう1年以上この朝ごはんを続けてます。凍らせたバナナを切ってヨーグルトにのせるだけ、簡単です。あとはブラックコーヒーなんですけど、今日に限ってブラックコーヒーがなくて、たまたまあった缶コーヒーの微糖を代用したんですけど、やっぱり甘すぎました。コーヒーは断然ブラック派です。本当は朝からハンバーガーだったりステーキだったりがっつり食べれるんですけど、あんまりね気にせずバクバク食べちゃうと、ただでさえまん丸よ顔がさらに丸くなってしまうので、一応気にしています。もともとバナナがすごく苦手で食べれなかったんですけど、好きな YouTuber さんが朝バナナヨーグルトをしているのを見て、なんとなく真似してみたら食べれるようになりました。お通じも良くなるのでおすすめです。ごちそうさまでした。さあ、私の腹ごしらえが終わった後は猫酢のエサチックです。今日はそんなに減っていないので足しません。今日の服はこちら、1枚で着られるワンピース、楽ちん。さあ、決めポーズ。さあ、ということで今日は私のモーニングルーティンをお届けしましたが、クロちゃんいかがでしたか？面白かった？ということで今回は私のモーニングルーティンをお届けしましたが、シロちゃんいかがだったですか？面白かった？面白かった？あ、そう。以上、私のモーニングルーティーンをお送りしました。どうだ、生活感しかなかったでしょ。それでは皆さん、いってらっしゃい。